VTuber、バーチャルライバーグループ、二次三次を運営するエニーカラーは7日、所属ライバー、セレン達希契約解除について、業績に与える影響は極めて軽微と、資料で伝えた。同社は株主に向けて、当社所属、ライバー、セレン達希の契約解除の決定による、当社業績への影響についてと題した資料を発表。2024年2月5日に当社は所属ライバーセレン達希の契約解除を決定いたしましたが、これが当社業績に与える影響は極めて軽微でありますと伝えた。